高座です。今回ですけども2月の28日水曜日ということで、平日ですが僕は今千駄ヶ谷駅に来ております。で何かというと、なでしこジャパンのね、パリオリンピック出場をかけた、試合が今日国立であるということで、北朝鮮戦なんですよね。ということで急遽前日夜に、行くことを決めてですね、今向かってます。はい。直前までね、そのゴール裏のサポーターちょっと少ないっすよみたいな感じもあったわけですけど、なんか無事今なんか北朝鮮のゴール裏より多くなったらしく、まあね、勝たなきゃ、そうね、相手も相手ですし、まあオリンピック出場をかけてということもありますから、まあ、勝たなきゃというところで、まあ応援に来ました。なでしこジャパン見るの初めてかもしれない、現地で、初めてかもしれない。個人的に長谷川唯ちゃんちょっと見たい、生で見てみたいっていうのもあって、それもあります。純粋にそう。でもやっぱり勝負事ですから、現在、5時45分ということで、キックオフ1時間前を切っておりますが、キックオフがね今日は6時半ということで、まあ、ちょっと早い感じですよね。朝の動画でも今日のなでしこの試合急遽行きますみたいな話触れたんですけど、やっぱりね結構ねそのチケ代が高かったりとか、まあ、平日夜の試合、2月ですからね、寒いよね。それもあって、結構敬遠してる方がいるみたいですけど、まあ VS 北朝鮮戦勝てば無条件でパリ五輪出場が決まるという風な状況でもあるので、まあでもほどほどいますけどね。やっぱりアクセスがいいからさ、国立競技場って。だって今千駄ヶ谷からさ歩いて、まあ、そのまま撮ってますけど、すぐだからね、もう見えてんだから国立競技場で、綺麗だね。やっぱこの日が沈んだぐらいの国立競技場はひときわいいですね。はいはいはい、いいね、本当にいいね。ちびっこも元気です。はい、ちびっこも元気です。いやでもすごくすごく綺麗だわ。ということで今日ね、まあ勝てばオリンピック出場大一番ですよ。ねえ、いや多分楽しみだな。まあこういうね急遽決めるみたいな、そのパッションでね、こう思い立ったが吉日とは言いますから、そういうの大事ですよね。はい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 。でも結構いるじゃんね、結構いるじゃないですかね。ということで、聖地国立もう今年結構来てるわ、もうすでに結構来てる。富士フィルムカップでも来たし、元旦のねタイ代表戦でも見たし、で今日じゃん、結構来てるわ。でも綺麗だね、その日が暮れがちの国立競技場、非常に綺麗ですね。これちゃんと絵だけ撮っとくか、絵だけ撮っとくかみたいな。もうそれもちゃんと編集で切らないっていう。そう、この会話はずっと垂れ、あでも声聞こえる。日本って言ってるね、声聞こえますね。今日は僕はゴール裏に行きます。はいはいはい。ちょろっとスタジアムの外見てみるかいね、せっかくだから。あでも歓声が聞こえるわ、もう。こっち見るか。待って、俺何ゲートだ、何ゲートだ俺。ちょっと待って、
ちょっとチケットに記載の下駄見よう。本日は再入場が不可となっており、場外での用事を済ませてください。あ、Hゲートだ。Hゲートはどこだ。Hゲートは左側だね。左側でした。こっち側だね。こっち側らしい。ちょっと行ってみよう。しかも今日はなんか再入場禁止って今言ってましたね。なんでだろうね。なんかあるんですかね。あ、グッズショップ出てますね。はい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 。あ、長谷川ゆいちゃんの背番号のある。あ、いいな。ちょっといいな。ちょっとそそるけど、ちょっとそそるけど、まあまあまあ。あ、すごい、久保建英のポスターあるじゃん。え、すごいね。あれじゃん、これジャイアントキリングのあれじゃん、絵だった。はいはいはい。セゾンカードのブースもあります。はい。いや、でもほどほど寒いわ。さすがに2月の夜にサッカーやるもんじゃない。マジで。11月末か。 ACL でも、あ、 ACL 甲府戦かな。それでも俺国立来ましたけど、寒かったもん。そう、寒い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 。なんかなんだこれ。あ、フェイスペイントだ。フェイスペイントをやってるわ。フェイスペイントやってますね。フェイスペインティングブース、すごいやってます。いいね。外もそこそこ賑わってますね、なんだかんだでね。はいはい、はいはい。H ゲート行きます。あー、なんか、でも結構人いるじゃん。なんだかんだでさ、まあ、チケットをぶっちゃけゴール裏でも当日券3600円ですか。メインスタンドと5000円超えるわけですが、だ結構 そうなんだ、ね、適正価格よくわかんないけど、案外その強気設定と言われてるみたいですね。で1万何千人入るみたいな、来るかもみたいな言われてるらしいですけど。シークレットキャンペーン、何これ、なんかもらえんの。JFA ストア、あ、グッズショップだ。なるほどね。最終予定マッチで限定グッズは終了していると、いうふうなところなんですね。はい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 。なるほどね。千駄ヶ谷門まで来ました。 A ゲートまで来ました。次は僕は H ゲートから入ればいいんか。ちょっとこっち側からも面を、国立競技場の面を取るかい。かっこよ、かっこよいね、やっぱりね。やっぱりナショナルスタジアムですからね。えいいですね。本日のスケジュールに載ってますね。5時40分頃から選手のウォーミングアップ開始ということで、もうウォーミングアップ始まってるからこれだけあれなんだな、歓声が聞こえるんだ。いやー、もう僕はもうずっとなんかずっと慌ただしくさせていただいてて、そう、昨日もね2時間生配信して、あのダゾーンディレイ生配信してて、でなんか本当バタバタします。いや、だからもう皆さんがねこう動画楽しんでくれてるのがもう本当に僕のあの活動の原動力になってます、本当に。はい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 。 H ゲート着きました。結構混んでるじゃんね。混んでるじゃないね。お、はいはいはい、すごいすごい。あー、なんか手荷物検査厳重っぽいね。600ミリ以下のペットボトル持ち込み可能ですが、キャップを外してご入場と。あー、なんかこんなレギュレーションありましたっけね。はいはい、着きました着きました。もう今ウォーミングアップしてるね。ウォーミングアップしてます。はいはいはい
入っていきますよ。はい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 。いやでもすごいね、結構入ってんじゃん。結構入ってるよ、言うて結構入ってますよ。すごいすごい。すごいじゃん、これドローン。わ、すごい、何これ。え、すごい、え、消えた。おお、すごいじゃん、東京タワー。え、そういうこと。あー、そうか、パリだから。はいはいはい、行きじゃないですか、行きの演出。あー、すごい、パリ、すごいすごい、あー、ちゃんとトリコロールカラーになってる。え、すげえ。うおー、すごいな。いやー、素晴らしい、素晴らしい。決まりましたね、決まった。いや、いいゴール、いや嬉しい。日本、日本、バモ日本。終わり、終わり、終わり。うわー、やったー、勝ったー、やったやったー、ありがとう。というわけで勝ちましたけど、どうでしたか。いやもう出る、勝てば完遇、勝てば完遇、はい、いやすいません、はい、でもやっぱり最後までね、やっぱり何をしてくるか分かんないから。まあそうですね、うん、気は抜けませんでしたね。いやガチの戦いですか今回は。いや、よかった。いや、パリ五輪決定ということでね。いや、よかった、挑戦権獲得、獲得、たたきます。ということで、はい、これから飲みに行きます。